阪神カップは日本中央競馬会が阪神競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である2006年に新設された重賞競争従来の中央競馬は長距離を重視した競争体系となっていたが個々の馬の適性を乱す観点から競争体系を見直し段階的に短距離競争体系の整備が進められスプリンターと マイラーが共に出走可能な新たな魅力を持つ競争と位置づけ、芝1400メートルの GII 競争として創設された。創設時から国際競争に指定され、外国馬も出走可能となっているほか、特別指定交流競争にも指定され、地方競馬所属馬も出走が可能。格付け表記は2007年に日本がパート愛国へ昇格した際に J プニアへ変更され、 2009年から国際格付けの GII に改められた。2012年2013年は有馬記念の翌日に行われ、中央競馬の1年を締めくくる重傷競争となった。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、定量中央競馬で施行する小馬混合の GII 競争で、負担重量が定量なのは本競争と札幌記念のみ。 2016年の一着賞金は6700万円で、以下2着2700万円、3着1700万円、4着1000万円、5着670万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。米国のアーリントンパーク競馬場では、阪神競馬場と姉妹提携を結んでいることから、交換競争として同盟の競争が行われている。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。